王子ネピア株式会社は日本の製紙会社グループである王子グループに属する衛生用紙メーカーである。製品のブランド名はネピア。持ち株会社の王子ホールディングスを親会社とする衛生用紙専門の製紙会社であり、ティッシュペーパーやトイレットペーパー、キッチンペーパー、紙をおむつなどを生産する。製品のブランド名はネピアで1971年の販売開始。 ブランド名は同時期に王子製紙がパルプ工場を新設したニュージーランドの都市レイピアに由来する。生産量を基準とした衛生用紙の国内市場占有率は約11%であり、大王製紙、日本製紙クレシアに次ぐ第3位。会社の設立は製品発売開始と同じ1971年。もとは販売会社で生産は 王子聖子が担当していたが、2003年4月に王子聖子の生産部門を統合し、生産、販売を一元化した会社として発足した。また同時に、旧本州製紙系のグループ企業である北歯も統合している。参加に、中華人民共和国を拠点とする王子製紙ネピア有限講師を持つ、中国でのブランド名は、本社は、 東京都中央区銀座5丁目12-8、王子ホールディングス1号館というビルに入居している。工場は、苫小牧工場、名古屋工場、徳島工場、福島工場、福島県福島市、藤宮工場、江戸川工場の6カ所。うち、苫小牧、名古屋、徳島は、すく、正式や、製品の加工設備を持つが、パルプの生産設備は持たない。 正式は4工場で、計7台あり、約860トンの日産能力を有する。ありがとうございます。